国鉄 C21 系コンテナは、日本国有鉄道が1974年から1976年まで製造した、鉄道輸送用12フィート長5トン、積み有害コンテナである。C21 から5万2 9 c 2 1から5万6 7 1 9 7 0年に、試作された5トン積み12フィート長の西コンテナ C94 型では、 上下隅にツイストロック式の金具が設置されていたが、量産形式の C20 型では採用を見送った。その後、コンテナ主要基地でクレーン自動に役を行う計画が出たため、1974年に C20 型をもとに上部四隅にツイストロック式のクレーン用の釣り金具を備えて構造強化を図った本形式が登場した。14000個が、 富士重工業及び東急車両製造で製造された。しかし、二役設備が対応できなかったためクレーン自動二役は失敗に終わり C20 系コンテナと同様に運用されるようになった。1977年から釣り金具のない C20 型が再び製造されている。本形式をもとに内部に保冷パネルを追加して、 簡易保冷コンテナとした C95 型が開発された。1983年に C20 型とともに200の効率化のため方側面に扉を設けた2型開きの C30 型へ数百個が改造された。1987年の国鉄分割民営化に際しては12,801個が日本貨物鉄道に引き継がれ継続使用された。 数百個が簡易通風仕様の5万番台へ改造された。その他にも側面の半分を撤去して無害化改造をされた個体もある。その後、18D 型や 19D 型などの新型コンテナの登場により、多形式コンテナへの改造や廃棄が進み、2006年度に全廃された。C20 系コンテナをクレーン自動に焼くように改良したもので、 上部四隅にツイストロック式の釣り金具付きとすると、共に、カモイ等の構造が強化された。片側目扉のみの一方開き。外のリスンポーは高さ 2350mm、幅 2438mm、長さ 3658mm、自長1.3トン。内容積は17.0立方メートル。塗装は、当時の標準色である黄緑6号。 コンテナグリーンを G 色とするが、側面の帯は C20 系の白色に対し、区別のため青色となっている点が異なる。屋根状の対角2箇所にコンテナ番号の加3桁を表記している。ありがとうございます。